YouTube の収入が 47.3 倍になりました。FM 流振動です。僕の YouTube の収入が 47.3 倍になりました。はい、という話をさせていただきたいと思います。正確には 47.3 倍です。はい、これ僕がYouTube を始めたのが、FM 流振動がこう YouTube の方にサーバーを移して YouTube 始めたのが、2015年の12月なんですよ。それで、まあ、きちんと1ヶ月単位で集計が取れるようになったのが2016年の1月からなんですね。で、その2016年1月から毎月集計を取ってたんです。つまり月収いくらかっていうのを僕なりに集計を取ってたんですね。そしたら最初の半年は結構ね、始めたばっかりとしてはそれなりにこうなんていうんですか、上がってったんですけども、去年の2016年の7月ぐらいからこうガクンと落ちるんですよ。で、落ちた理由がすごい明確で、僕のそのプライベートが忙しすぎてしまって、動画をアップロードできなくなってしまったんですね。で、すごくそこら辺が面白くて、データとして見ると、やっぱりアップロードとか途絶えると、急に再生数がこうガクンと落ちるんですよ。ガクンって。で、ただね、面白いのが動画を全く出してない月も2ヶ月ぐらいあるんですね。全く1個も動画出してない月が2ヶ月ぐらいあったんですけど、確かに再生数ガクンと落ちて収入もガクンと落ちるんですけど、全くなくなるわけじゃないんですよね。だからなんていうんですかね、ある程度再生はされてて、その中での収入っていうのが、まあ一定数確保されてるんですよ。で、僕の、月間の今までの最低収入ですね、一番収入が少ない時、この大体1年半ぐらいの月間の中で、大体ね、うまい棒を、1.5 本ぐらい、買えるような値段です。はい、大体ね、はい、まあ、正確に言うと 16.97 円です。はい、僕の今までの月間の収入の最低限で、今年の7月、2017年の7月、すっごい再生数が増えまして、もうちょっと細かく言うと、僕顔出しするようになったなってからの集計も取ってるんですよ。要するに顔出しするようになったら結構その、再生数とかその収入伸びるのかどうかっていう検証もしたくて、実はデータを測ってたんですけれども、4月5月で比べてみたんですよ。4月の6倍ぐらいになってますね。5月が4月に比べて5月が6倍ぐらいの収入になってます。で、5月よりも6月の方がまた増えて、で、6月から7月がまた2倍以上伸びてんですよ。2倍以上、バッてね。ですから、僕の最低収入の時と比べると、先月ですね、7月の収入が約47倍になってるということで、僕としては、チャンネル登録者数は劇的に伸びてないんですけれども、劇的には伸びていないんですけれども、再生数が結構伸びて、まあもともとのね値が少なかったとはいえですよ、とはいえ
まあ僕の中で、FM 流進度史上、まあ、最高ですね、最高の、視聴者数と収入と入ってきています。でまあこんなね47倍って言っても16円の47倍いくらかって話ですから、まあ、全然儲かってはいないんですけれども、まあその、まあ、先日の結納の話のコメントもらえたっていうことの動画でも言ってたと思うんですけど、やっぱりその人とコミュニケーション取れることが結構僕はやりがいにつながってます。はい。で収入って意味ではもう僕はね普段働いてるので、収入のために YouTube をやっては今はいないので、本当に趣味としてね、やりがい生きがいとしてやってるので、やっぱりそのやりがいにつながっているっていうのはすごく僕としては嬉しいです。でまあ歌えるさんの正体キラー仮面説の動画が結構伸びたのは嬉しいんですけども、なんかその1個の動画がねバーンって伸びるよりは、やっぱり毎日上げるこの動画のアベレージが増えていく方が僕はすごく嬉しくて、要するに固定ファンがちょっとずつ増えていくみたいなのがすごい嬉しいんですよ。でなんかヒットして1個の動画がバーってね、バーって大きくなって、でその時しか見てないみたいな人よりも、やっぱりちゃんとしたまあ、僕は個体認識できるってことですよね。あ、このコメント、この人いつもコメントしてくれるなみたいな人が増えると、僕はすごくやってて嬉しいですし、やりがいを感じます。はい。まあ、そんなような形でね、今年これからどうなるのかなって思うんですけど、まあ、7月の自分にね負けないように、8月の自分も頑張っていろいろね楽しいお話コンテンツ作りというのをしていきたいと思います。どうもありがとうございました。また見てね。ありがとうございました。 FM 流進堂、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。